鉄道趣味でで人生を豊かに溝口駅長朝ライブです今日はですね、まあ、チケットレス特急券がお得だよっていうお話ですが、既、まあ、に使ってる人からすればね、いや、な何,何を今更みたいな <laughs> 話なんですけれどもね、まあ、これもまあ普段鉄道をね、めったに使わないという方もまあ当然いらっしゃいますし。 まあ普通列車しか使わないよっていう方からするとね、特急券の買い方あんまりよくわからないと。<laughs> いつも窓口で買ってますしてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、まあ私、で、明日ですね、私あの大回り乗車をするんですが、まあその途中でですね、京都から天王寺まで特急遥かに乗るんですね。これ何度も言ってるんですけど、梅田貨物線が先日地下の路線に切り替わったので、まあその区間を乗りたいと。 その途中にある梅地下のね、新しいホームをチラ見しようというためにですね、わざわざ特急はるかに乗ろうと思ってる、思ってるんですけれども。で、まあ、はるかに乗るんで、当然特急券が必要です。京都から、えー、天王寺ま島での間ですね、の特急券が必要なんですけれども、これもね、買い方によってもう全然金額が違うなっていうのをね、まあ、調べてて改めて思ったので、皆さんにシェアしたいと思います。で、通常ですね、 えっと、路線検索とか、えー、乗り換え検索とかして出てくる特急料金っていうのは、通常のね、窓口であったりとか、えー、緑の券売機、指定席券売機で買った時のえ料金が出てきます。えー、窓口で買いますと、えー、指定席が1320円です。特急料金が。えー、運賃はもちろん別です。まあ、今回は大回りなので、まあ、百数十円の 運賃になるんですけれども、特急券は普通に買うと1320円です。で、自由席特急券ですと、まあ、少し安くなりまして、990、え、円、ー。最近はですね、ネットで購入ができます。JR 西日本ですと、e、E5 予約という、えー、予約うサイトがございます。で、そちらの方でですね、e、えー、キップというので買いますと、えー、指定席特急料金が930円。 えー、自由席よりも60円安くなります、ね。通常だと指定席の方が高いのが当たり前なのに、ネットで買うと自由席よりも指定席の方が安くなります。のでね、ま,あ、まずは ET キップで買うべきです。で、えー、もしね、買えるんであればといいますか、あのーまあ、特にね、混雑しないような時期であれば、あの前日から買える j ウエストチケットレスというのがあります。これまあその名の通りね、まあ、スマホでチケットを見せるタイプの 特急券になるんですけれども、こちらをね、買いますと、えー、550円です。<laughs> もう全然違います。えー、っと、E-KIP だと930円で、それでも安いんですけれども、えー、前日とか当日に発売される j ウエストチケットレスなら550円、えー。さらに、えー、380円安くなると。<laughs> えー、ということでね、まあ、感覚的にはほぼ半値という感じなんですけど。ということでね、 多分知らない方は全然知らない。まあ、知ってる方はめちゃめちゃね、えー、重宝してるんじゃないかと思います。はい、もう最近ね、あのー、もう窓口も減ってきてるんでね、えーまあ、指定席券売機が増えておりますけれども、まあまあ、どっちらかっても、ね、あの高いんで,、えー、で、皆さんもスマホは、ね、お持ちだと思いますので、で今 JR 西ですとウエスターっていうアプリがありますので、そちらから、ねえー、予約サイトの方に。 え、リンクもあります。はい。の,ので、そちらのね、会員登録していただいて、で、E5 予約で、で、当日または前日に j w s とチケットレスというサイトからね、サイトというかページから予約していただくと非常に安くなります。ただ、j w e s とチケットレスの対象路線、対象列車、えー、対象区間、えー、決まっております。あの、どこの特急でもそういうチケットがあるわけではありませんので、まあ、詳しくは JR 西のね、JOS チケットレスのページで詳細ご確認ください。まあ、本当にね、まあだから普段、どうでしょうね、えー、特急列車で通勤するような方、えー、とかね、まあ、普段は、えー、普通列車使うんだけれども、まあ、ちょっとしんどいときは特急使いたいな、 っていう方、まあ、ぜひぜひね、使っていただいたらいいかと思います。あと、えー、来月ですね、3月18日のダイヤ改正以降に、またお得なチケットレス特急券が発売になりまして、1ヶ月間ぐらいですかね、えー、とにかく特急列車に乗ってもらおうということで、お試し価格みたいな感じでですね、さらに安い切符。 特急券が発売になります。えっ、ー、と、JWEST チケットレス390、390って言うんかなえー、390円で特急に乗れるというね、めちゃめちゃお得な特急券が発売されます。えー、ただし、平日限定です、えー。土日はその切符発売されません。えー、が、まあ、平日に乗る方はですね、非常にお得に。まあ、ちょっと、もう500円かからないわけですからね、えー、390円で乗れますんで。 まあこの機会に特急乗っていただいたり、あるいはね、大回り乗車で乗るのにね、格安の運賃プラス格安の特急券で、いろんなね、特急列車乗り回るっていうのも面白いんじゃないかと思います。気になる方は JWEST チケットレス390-390で検索してみてください。 ということで、えー、今日はチケットでス特急券こんな安いのがあるんですよというお話ご紹介いたしました。皆さんご存知でしたでしょうかね。まあ、こ,のペーこ,のこのライブをご覧の方は、まあまあ、そのの知ってるよと、えー、何を今すらって思われたかもしれませんけれども。一応あの、えー、正し書きとして、えーまあ、枚数限定かな、えー、っていうことになってたかと思いますが、あの満席になっているの,だとあの見たことありません。 まあコロナ前はどうだったんでしょうかね。まあまあ、あの、外国人客とかがワンさカ来てた時期は、まあ結構ね、まあそうですね、増結しようかっていうぐらいのところまで行ってましたけれども、今はもう関空に行く人減ってますんで、まあ、少し戻ってきてるとはいえ、まだまだガラガラでございます。はい。まあぜひこういうお得なチケットを使って、まあ少しね、まあ密にもなりませんので、快適な移動をされてはいかがでしょうか。 1> 第1週間どうもご視聴ありがとうございました。えそれでは皆様え、今日も良い一日を。<music>